こんにちは、ゆこマクマンです。 アメリカに物件を所有し続けて、その後にいよいよ転売したいということで、アメリカで物件を売るときに考えなければいけないことを今日はまとめてみました。というのもですね、まあ、ここ本当に数年でアメリカの物件は非常に値上がりをしてきておりますので、えー、まあ、今でこそ少し停滞はしたものの、ちょっと前に金額がすごく高かったときに売りたいという方がすごく増えたんですね。まあ、それで私の方でもいろいろとアドバイスすることがあったので、これから物件を売りたいな と思っている方々にまず先に物件をボンと売ろうというふうに売り出しに出す前にですねそのホームオーナーとして考えなければいけないことというのがありますで、これは、えー、まずはあの辞典を売るとかいうのではなくて投資物件をにアメリカに所有していた場合の転売する前に考えなければいけないこと片付けておかないといけないことというのを、えー、シェアしていきたいと思います まず一つ目、えー、税金のことをしっかりと考えてから売るということです、えー、これはいろいろなタイプがありましてその大体アメリカで物件を所有を数年間していると必ず 物件の価値は上がっているはずなので、このキャピタルゲイン税というのは逃れることができないわけなんですけれども、これをいろいろな形でミニマイムにするということができます。ですので、今皆さんは自分はどこのブラケットに入っているのかな、自分はどういった条件でどれぐらいの税金を払うのかなということは、売るときに必ず確認するべきなんですね。なので、まずこれは自分の CPA とか会計士さんに相談するということになるんですけれども、基本的にはこういった状態が考えられるのかなというふうに思うんですけれども、まず、この物件を完全に売ってしまう といいう方もやっぱりね、この長年の計画で、やっぱりこの物件をずっと持っていようかなと思ったけれども、将来の計画が変わって、もう少し違う物件を持っていた方が良さそうだなと思った時は、物件を買い替えるということを多々しますよね。私も何件も物件を買い替えてきてますけれども、この時に、原因分のものを税金を先に繰り延べするというやり方があって、まあ、その後ね、いろいろな体系で所有することによって、まあ、必然的にその,あの税金を払わなくていいような方法 ことができますのでこの時にまず繰り延べしようということで行う場合はテントアリワエクチェンジというのがアメリカ側ではできますですのでその,あの税金を全く支払わずにして次の物件を原因分を使って購入するという形になるんですけれども、まあ、これね期間的な条件がありまして物件をまず売ってから45日以内にその物件をアイデンティファイするというんですが見つけてこない時でもこの物件買いますよということで申し出ないといけませんそしてその物件を180日後に にはクローズしているという状態がない限りこのえっ、ー、とテントアリワンというのは使えないんですけれどもえー、まあこういった形で先に分かっていればどんどんやることがあり分かりますので次の物件を探しながらこの今の物件を売るというような状態になると思うんですねなのでこのテントアリワンというやり方は物件を転売してまた次の物件に買い替えるという方はこのやり方それから完全にもうキャッシュアウトしたいまあ今回はね本当にアメリカで物件を所有されていた方は本当にうご保護状態ぐらいにもうキャピタルゲインがかなりついた。 思うのでいや、もうこれは全部キャッシュアウトしたいよっていうことで、いやもうそれを例えば日本に戻して日本で何か使いたいとか、今ね、円安なので、ドルを円にすると非常に割がいいです。なので、今の時点で売ってしまいたいという方もいらっしゃるかもしれません。なので、そういったところで考えると、まずは、皆さんは物件を個人名で所有されているのかなということと、法人名で所有されているのかなと、この2点。さらにそこから、 個人名で所有されている方はアメリカ在住なのか日本在住なのかによって税金の率が かなり変わります。で、まあ、これはね、日本在住の方が今更、えっ、ー、と、アメリカ在住っていうふうにはうできないと思うんですけれども、まあ、今年じゃなくて来年でもいいかな、さ来年でもいいかなということであれば、たくさん支払わなければいけない税金をですね、アメリカの法人にすることで、その税金を免れるということもできますので、そういったこともちょっと考えに入れてみる。でも、それはしたくないんだと思うんだったら、じゃあ、どれぐらいの金額を払わないといけないんだろうかっていうことは、 CPA の方にに聞いいいておくべきかなという,ふうに思いますそしてまあ法人でも日本法人なのかそれともアメリカ法人なのかによってこちらも税率が変わってきますただ日本法人で所有している方っていうのは多分あの設営をね目的にされていた方もいるんじゃないかなというふうに思いますのでじゃあここからわざわざアメリカ法人にしようかという動きにはならないと思うんですが大体どれぐらいの金額を支払うものなのかなということはこちらもまた確認しておくべきかなというふうに思いますのでまずはこちら税金が自分がどれだけ払わないといけない いけないのかというところを、まずはチェックしてみます。それからナンバーツー、テナントをどうするか。 ということなんですけども、まあ、物件を通して目的でされていたということで、現在テナントがいるという方も多いと思います。もちろんテナントが出たタイミングで売ろうという方もいらっしゃると思うんですけれども、テナントがいる、まあ、こちらがすごい有料テナントだったりする場合に、このまま売りたいなというチョイスか、テナントに出て行ってもらって、転売するというチョイス、この二つに分かれるので、まずこちらどちらにしたいかなということを考えるんですが、考える基本としてはですね、まず一、テナント付きで売りたいなというふうに思った場合は、 えー、と、あの、バイヤーさんが限られますよね。テナントが付いてるので、次のバイヤーさんも投資という目的で買う方にはすごくいい条件だと思います。ましてやそのテナントがすごく綺麗に使っていたりとか、えー、滞納してなかったりとか、有料テナントであるということは、その、えー、投資家さんは物件を買った時からもうすでにキャッシュフローが発生するということで、そのままオーナーシップを、えー、持っていけばいいということになるので、投資家にとってはすごくいいです。ただ、やはりアメリカの一般市場に出して一般の人が買えないとなると、 少し、えー、その停滞マーケットに停滞してる期間が長くなるかなとは思います、えー、それから、えー、価値を上げたいなとと思った時ににテナントさんんががいいると修繕がしにくいんですよねなので人が住んでるとこをリモデルするというのは非常に大変なので、えー、それがなかなかできないので、まあ、必然的にテナント付きであるとあずいず今の状態でテナント付きでそのまま売るということになるのでまたショーイングといって誰かあの興味がある人が見に来てくれた時もテナントさんのスケジュールも考えながら物件の中を見せないといけないので。 まあ少しちょっと時間がかかるかなというのはありますが自分が売ってる間にテナントさんからの家賃を受け取っていたいこのままゼロになるとモーゲージばっかり自分が出しらいかないといけないのでその間と経費をカバーするためにテナントを出したくないというチョイスの方はこういった考え方もあるかと思いますそしてじゃあテナントを出したいなと思った場合とか今テナントがもう出てっちゃったとかっていう場合だとまずはテナントさんがいない場合はいいんですけれどもいらっしゃる場合は 30日か60日ノーティスっていうのを出さないといけません。なので、まあ、そのテナントさんがどれううだけその物件に、えー、住まれてたかっていうことによって、その、えー、ノーティス、ね、その、えー、この物件を売りますので、あの、あの、ちょっと出てってくださいっていうお知らせを、30日ノーティス、60日ノーティスのど,どちらかを出すんですが、それはテナントさんが停滞してた時期によって異なってきますので、えー、物件の管理会社の方と話をして、ノーティスを出すなら出すというところで、えー、話を進めていく形になります。なので、その方、 時間っていいいうののはテナントがいるのでで、まあ、売れないですよねだからやっぱり60日のオーチースを出して売るとなるとやはりその売る2ヶ月ぐらいまでからは用意しておかないといけない準備しておかないといけないということになるので今売りたいなと思ってもテナントを出したいなと思ったら売りに出すのが多分2ヶ月後でまた更にはリモデルもしたいなと思うと3ヶ月4ヶ月後の話になるということをまずは頭に入れておくことそれが自分でいいか悪いかというのは皆さんの判断になると思うんですけれども手順としてはね大体こんな感じになるんじゃないかなというふうに思います。 そして、まあ、テナントがいなくなったりテナントがいない場合、えー、今の状態でど,どういうふうに売るかってことなんですけれどもこの状態現状のまま売りたいのかトップダラーで売りたいのか。このののトップダラーっていうのは、えー、その、えー えっと、住宅ので、ね、そのあたりのエリアの、まあ、比較物件を出してみて、一番綺麗に売れてる物件、例えばフリップみたいな感じですごい綺麗になって売れてる物件が、いくらぐらいで売れてるのか、そして、まあまあ別にアップデートもしてない普通のお家がいくらぐらいで売れてるのかという比較を出してみます。それで、やはりトップダラー自分狙いたいな、それじゃあ自分の物件をリモデルしようかなと思った場合は、 そのリモデルに対してどれぐらいお金をかけるとどれぐらいの金額が取れるのかなっていうところも調べる必要があるわけですよね。なので無理にすごくきれいにリモデルしても5万ドルもかけてリモデルしても結局は転売価格に2万ドルしか乗っけられなかったらもうそれはやる必要がなかったっていうことになりますしその逆もありますよね。1万ドルだけかけてきれいにしたら5万ドル高く売れたっていうんだったらそれは買ってやるべきのリモデルだったっていうことが言えると思うんですよ。ななのでリ、まあ、リモデルフリップほどすごいこととをししかったとしても例えば故障して る部分とかを先に調べておいて、そこをもう直してから転売するとかっていう形で、まあ、金額をいくらに設定するのかということはえ自分でも中でも考えていく必要があります。まあ、だから皆さんの方でもだいたい。 近隣でで同じようなな物件がいいくらぐらぐ売れてるのかなっていうことを調べられるぐらいの技術というか知識はね持っていてほしいんですけれどももしそれがない場合だけどでも自分では、えー、トップダラで売りたいならじゃあトップダラだったらいくらになるのかなじゃあ今の現状だったらいくらになるのかなっていうことを、えー、調べていきます。そそしててだいいいたたたうっっ考え方が固まったところで初めて え、不動産エージェントさんを選んでいきます。こちらナンバー3ですね。なので、不動産エージェントさん、近くの不動産エージェントさんを見つけても、もちろん自分が買ったところのエージェントでもいいですし、そういった買い方をしてない場合は、エージェントさんを探してくるというところから入ってくると思うんですけれども、え、まエージェントさんを見つけて、で、そのエージェントの方に、例えば、この物件を売りたいです。テナントなしでとか、テナント付きでとか、リモデルしたいのでとか、もうその段階で、自分のアイディアをエージェントさんに言えるというところまで自分を持っていくこと。 そして、エージェントさんが、じゃあ、こういうやり方だったら、これぐらいの価値が出そうですね、とかっていうことも言ってきてくれるので、自分でもその価値が自分が出したい金額と合ってんのかなっていうところも確認する。そして、その金額がベースだって、また一番に戻りますけども、税金はいくらなのっていうのが大体見えてきますから、あの、クロージングの最後の最後で、こんなに税金払わなきゃいけないのいや、それはこうやったら回避できたんですよ、みたいなことがね、出てきちゃったとしたら、もったいないじゃないですか。 だから、これはそういった形で事前にチェックしてみるということです。まあ、そして、晴れてその物件を売りに出すということになるんですけれども、もちろんね、今度はエージェントさんがいますから、エージェントさんがえまあ管理会社の方と一応スケジュールを折り合って、テナントがいる場合はテナントがいる状態で物件を写真を撮らせてもらったりとか、ショーイングをしたりということはエージェントがやってくれます。でもちろん誰もいない場合は、もう本当にやり方が簡単なので、管理会社さんも入っておりませんから、エージェントさんがその物件をえまあ販売まで持ってってくれると、ショーイングで。 とかえー、オープンハウスとかもねテナントがいない場合はできると思うのでそういった形で、えー、不動産エージェントの方に働いてもらってまあオファーが入ってきたらその後はどんどんエスクローを進めていくのは、まあ、エージェントさんが引っ張ってくれるはずなので、えー、それで、えー、上手に持っていくということになりますがセラーとしてはですねやはりバイヤーさん買う人は語らずもう100%アメリカの場合はホームインスペクションを入れてきますのでそのホームインスペクションを見て向こうが交渉してきますからエージェントさんにも僕はここまでだったら出せるけどここまでやらないとかっていうことは ききちんと言っておくべきだしもちろんそのリポートは皆さんのとこ,もところにも希望を出せば見せてくれますので、えー、向こうがどういった要望しているのかなというのを見るというのもいいですしリモデルをされる方は一応あのその 例えば、故障してるところとか、動かないところとかを自分で知っておいて、先に直しておくっていうところも一つです。そうすることによって、向こうからのそのリペアアイテムの種類を増やさないということで、えー、まあ、向こうがすごい金額を交渉してきたとしても、こっちからこれだけ直してんだから、こういった形でそのまま進めてねというお、えー、おすすめができるということになるので、本当にこの自分が売るとしてもですね、エージェントに任せっきりというよりは、自分でも自分の物件をしっかりと把握しておくということが、まあ、一番のミソになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、 だいたいこういった形で物件の転売というのはアメリカでは進めていますので、やはり自分の資産だから、やはり自分がインボルブするということを考えながら進めていく必要があると思います。ただ、やっぱりこうあこう,いうふうにやっていきたいなという考えがあっても誰に聞いたらわからないっていう場合は、やはりこの一番の税金っていうのは税理士さん、それから会計士さんという人ですね。今自分であのタックスをファイルされていると思うので、そういった人に必ず確認をしてみること。それから2番目の賃貸の状況ですけど、それを手なんどつ なななのののののかかかテナント好ききじゃないいいいリモすすするるるしないのかっていうのは、えー、管理会会社さんと会話することと話こができると思いますそして3番目、転売となったら、やはりそれを助けてくれるのは、不動産エージェントだと思うので、現地の不動産エージェントの人を探してみること。で、私もね、エージェントさん紹介することはできますけれども、あとは誰か友達がそういったことをやっていたら、友達が使ったエージェントさんを紹介してもらうとか、もちろん Google なんかでも探すことはできますが、まあ、こういった多くの情報を、まあ、私の講座でも、えー、皆さんでシェアしており,おりますので、ぜひね、そちらの講座概要 欄にも貼っておきますので、えー、チェックしていただいてどのような形で自分はこの先進めていったらいいのかなっていうのを、えー、しっかりと学んでいくっていうのも大家、えー、としてやらなければいけないことの一つじゃないかなというふうに思いますで、まあ、私の生徒さんでもありまして、まあ、日本でも不動産投資をされていてアメリカにもですねこの私の講座を取った後になんとご自分で日本から遠隔で3件現地に足を運ばずに買われた方がいましてその方が発信してくださってる YouTube がですねこちらにあるんですけどもすごく インフォーマティブだと思います日本の不動産をご存知なので日本と比べて賃貸ってどうなのっていうのをすごく分かりやすく説明してくださってるのでぜひ見てくだ,てください私は日本語のことは知らずにアメリカ側しか知らないので逆に日本でこういう見方なんだここが賃貸に含まれてなくてこういうふうに感じるんだっていうのが逆に私も学べた動画だったのでぜひねこちら見ていただきたいなというふうに思います今現在例えば日本から物件買いたいなとか日本からもう物件持ってるから売りたい ななななとと思思っているる方にも勉強なんじゃないかなと思うのでぜひねこちら免城さんのビデオチェックアウトしてみてください。はいということでえ今日はですねその転売にめがけて自分がやらなければいけないこと大家としてこれを最後にね始末する前にやっておくことで自分にどれだけお金が入ってくるかということを把握するというような動画を今日はシェアさせていただきました。 そしてこちらにね、3段もお話に出ている私の講座なんですが、次回は2023年の1月半ば頃を第6期生募集を考えておりますので、興味あるという方は、こちらの下の概要欄からチェックしていただいて、メールマガに登録していただけますと、こちらの情報が皆さんにメールで届くことになっておりますので、そちらもぜひ見てみてください。ということで、今アメリカ、物件の価格は停滞しておりまして、まあ、今ね、 えっと、年末年始っていうところに差し掛かってきてるので、まあ、不動産自体あまり動かない状況ではあるんですけれども、じゃあ来年売ろうかなということは、方はこういったところを勉強しながら、自分の中でも考えてまとめていく時間っていうのがあると思うので、ぜひこの12月はそういったことに、え、時間を費やしてみようかなという考え方があってもいいかなというふうに思います。私も何人かの方にね、物件を売りたいという相談を受けているので、今回こちらの動画をまとめてみました。え、参考になっていると嬉しいです。 えー、それではまた、えー、次回の動画でお会いしましょう。See you later! Bye bye!